後半戦は大阪府警のキックオフで試合再開という形になります。キックオフしますのは大阪府警の83番小山が務めます。関西学院大学出身。これをアイランズリターンに入ります。ナイスリターン。プレッシャー殺到する中、アイランズ26番右に迂回しまして、自陣35ヤード地点の攻撃を確保しました。この位置からクラブアイランズの攻撃となります。リターンしましたのはクラブアイランズ26番の沼でした。クラブアイランズ自陣35ヤードからファーストダウン10。さあここでクォーターバックのランプレーによる展開をまず図りましたが、しかしこれを大阪府警見事にディフェンス対応しまして約1ヤードロスを奪っています。クラブアイランズ少し下げられまして、自陣34ヤードからセカンドダウン11。さあこれも大阪府警ナイスディフェンス。中央へのランプレーを展開しようとしましたが、これを大阪府警44番71番が見事に対応しまして、さらにロスを奪っています。大阪府警71番は倉谷、関西学院大学出身。44番青山、手塚山大学出身です。クラブアイランズ自陣32ヤードからサードダウン13。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらにあったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜退しサードダウンやり直しとなります。これによりクラブアイランズさらに5ヤード下がり、自陣27ヤードの位置からサードダウン18という状況に変わります。ナイスディフェンス。クラブアイランズドロープレーによる中央突破を図りましたが、これを大阪府警65番が見事に対応しまして、ノーゲインフォースダウンに変わります。素晴らしい対応しましたのは大阪府警の65番の節田、近畿大学出身。
クラブアイランズフォースダウンロングとなりまして、パントフォーメーションを選択します。このパントは大阪府警陣45ヤード付近でボールデッドとなり、この位置での攻守交代となります。今度は大阪府警の攻撃という形に変わります。大阪府警自陣45ヤードからファーストダウン10。さあ、まずランニング枠のランプレーに展開を切り替えました。ハンドオフされた26番タックル受けつつ約1ヤードゲインとしています。大阪府警セカンドダウン9、ボールオン自陣46ヤード。ナイスダウン、ファーストダウン。何枠26番ハンドオフから左オフタックルを突破。タックルを受けつつそこから粘り腰でセカンドエフォートで攻撃権更新です。大阪府警ファーストダウン。見事なランをしました大阪府警26番は豊岡、立命館大学出身。大阪府警相手陣40ヤードに入りましてファーストダウン10。さあ、カウンターによる右オフタックルでのランプレー。何枠26番ハンドオフを受けまして約2ヤードのゲインを図っております。大阪府警セカンドダウン8、ボールオン相手陣38ヤード。さあ、今度はフルバックのダイブプレー。ブロッカータイプの選手に中央突破させました。キャリア22番、相手タックル受けながら約4ヤードのゲインを図っております。見事なランしました大阪府警22番素晴らしいランプレーでした。大阪府警サーダウン4、ボールオン相手陣34ヤード。さあ、再びフルバックの大プレー、粘りまして攻撃権更新です。大阪府警ファースター、ランニングバック22番、タックル受けながら体を目いっぱい伸ばしまして攻撃権更新を図るランプレーとしました。大阪府警相手陣30ヤードからファーストダウン10。さあ、カウンタープレーでテールバック左をつきました。何枠26番、約5ヤードのゲインとしています。大阪府警オフェンスラインのブロック力を生かし確実に短い距離をランプレーで稼いでいっております。大阪府警相手陣26ヤードからセカンドダウン6。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック
ここでオプションプレーで自らキープ。クォーターバック8番素晴らしいランプレーにより攻撃権更新を果たしました。大阪府警ファースター、オプションキープで攻撃権更新しましたのは大阪府警のクォーターバック8番の菅野、阪南大学出身。大阪府警相手陣16ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10。さあフルバックの大プレーによる突破を図ります。しかしこれはクラブアイランズディフェンス陣踏ん張りまして、このランプレーは阻止しました。ダウン一つ進みセカンドダウンに変わります。大阪府警相手陣15ヤードからセカンドダウン9。さあ再びフルバックの大プレー、これも密集点の突破を図りましたプレーですが、しかしこのゲインは約2ヤードにとどめられております。キャリアは31番の東でした。京都産業大学出身。大阪府警サードダウン7、ボールオン相手陣13ヤード。これはクラブアイランズナイスディフェンス。ここで大阪府警ドロープレーを展開しようとしました。しかしこれをクラブアイランズ75番、99番が殺到しまして、このランプレー阻止しました。約4ヤードロスに変えています。クラブアイランズディフェンスライン75番は降りた龍谷大学出身、ディフェンスエンド99番は徳山、法政大学出身です。ここでホイッスル。ここで大阪府警後半1回目のタイムアウトを取ります。ここまで大阪府警着実なランプレーを重ねまして、相手陣深い位置まで攻め込んでいる状況ですが、そのランプレーをこのゴール前直前の状況においてアイランズがディフェンス陣圧倒しまして、ここで阻止にかかっております。状況は大阪府警フォースダウンの状況となりました。この最後の攻撃権大阪府警どのように使うでしょうか。タイムアウトを解けまして試合再開となります。大阪府警フォースダウン11、プレーを選択します。ギャンブル。11ヤード前進しないと攻撃権を失います。フォースダウンギャンブルに入りました。さあこれをランプレーによる突破を図りました。ここでしかし反則発生です。イエローフラッグ、反則が発生しております。さあこの反則果たしてどちらのチームにあったでしょうか。まずここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。オフェンスチームにレイトヒットの反則がありました。プレー終了後に相手選手にヒットするという反則です。
この反則は重大な反則として扱われます。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代にはなっております。この反則はその攻撃が終了した時点からの15ヤードの抜体という形で施行されます。従いまして4回目の攻撃失敗でしたのでここで攻守交代です。攻撃権はクラブアイランズに移ります。大阪府警これを好機とフォースダウンギャンブルに挑みましたが、しかしこの挑戦はしかし残念ながら失敗という形に終わりました。攻守変わりまして今度はクラブアイランズの攻撃となります。ボールオンクラブアイランズ自陣27ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入ります。ランニングバックにハンドオフし中央突破をさせました。キャリア26番28番、これに応えまして約3ヤードのゲインとしています。クライブアイランズセカンドダウン7、ボールオン自陣30ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック18番左にいたワイドレシーバー14番にパスを投じましたが、このパスオーバースローでパス不成功となりました。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。クラブアイランズサードダウン7、ボールオン自陣30ヤード。クォーターバック18番、ハンドオフフェイから左オープンに自らキープを展開しましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン3、パントフォーメーションを選択しました。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、クラブアイランズ7点、大阪府警シールズ0点。攻守方向入れ替え、ファイナルクォーター第4クォーターに移ります。